皆さんこんばんは。 JR 西日本王子駅に来ています。今回はおそらく日本で今ここだけかもしれない、国鉄型通勤車両の、快速列車に乗ってきたということで今回やっていこうと思います。この関西本線大和路線には201系っていう国鉄車両が走ってるんですけど、基本的に JR 難波からこの王子間を普通運用で走ってるんですけど、本当にね、本数は少ないんですけれども、今も定期で快速の運用があるということでね、はい、今回はそれに乗っていきたいと思います。そんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まずね、201系時代がね、今日本国内でこの関西本線大和路線でしか走ってないんですよね。まあ、走ってるだけでもすごいのに、快速運用が今もあるって、残ってるっていうのが未だに信じられないんですけどもね。一応平日の17時20分発のこの王子始発の JR 難波行きが、まあ、その201系みたいなんでね、はい、列車が到着するのを待ちたいと思います。今ちょうど列車が発車していってるんですが、これは大和路快速鴨駅ということで、今この関西本線大和路線を走る列車では一番最優等の種別ですね。電光掲示板に表示ができたんですけれども、今回の時が17時20分発の快速 JR 難波駅です。でこれね、ちょっとよく見てもらいたいんですけれども、これね、乗車位置が丸印の3から8番ということで、これ丸印って4ドアのことなんですよね。三角は3ドアなんで、今右側に止まってるような221ですね。そう、4ドアっていうことが確定なんで、これはおそらくあの車両ですね。はい、じゃあやってきました。17時20分発の快速 JR 難波駅、お、201系ですよ。こう幕のところをね、ちょっと見てもらいたいんですけれども、これ、ね、ちゃんと快速、まあ、ちょっと LED 切れてると思うんですけどね、快速 JR 難波駅になってます。すごいですね、未だに快速運用が残るってほんまにすごいですよね。初めて見た。まあ、201系も古い車両なんですけど、まあ、JR 西日本で車体更新工事とかやってるんで、方向膜とか LED に、ね、改造されてます。一応列車は6両編成になってます。はい、それじゃあ早速乗っていきたいと思います。まあ、古い車両なんですけど、座席とかはね、ちゃんと張り替えられてるんで、ね、結構ね、綺麗になってますよ。
前橋駅が終点し、天童市、新木町や終点 JR 南波の終点となります。天童市には17時39分、終点 JR 南波には17時49分に到着をしました。最初の発車式です。終点の JR 南波までご案内をお願いします。次は旧法寺、旧法寺です。大阪東側を乗り越えます。旧法寺を出ますと次は旧法寺に向かいます。じゃあ王子を発車したんですけれども、快速ということで次旧法寺まで止まらないんですよね。いやすごい、王子から旧法寺までノンストップですよ。皆様のご協力をお願いいたします。すごい通過してる。今通過してる駅はこれ3号駅です。普通やったら当然止まる駅なんですけどね。いやすげえ、201系が駅を通過してますよ。この辺りは大阪府と奈良県の県境付近を走行してるんで、ちょっと山の中を走ってるような景色になるんですよね。まあ、201系がね、こんななんか山の中を走ってるっていうのもなかなか面白いですよね。片上駅を通過しています。おーすごい、1K が221K を追い抜いてる。これはすごい。旧法寺に到着しました。この駅では大阪東線に乗り換えることができます。
ますと次は新宮に停まります。列車天王寺に到着しました。この列車は快速 JR 南海市です。なお新宮へとお急ぎのお客様はただいま向かい側のホームに参りました。関空吉祥寺快速西九条大塚方面行きが列車天王寺駅を発車していきます。終点 JR 難波に到着です。次折り返し、これ柏原駅になるみたいですね。
はい、じゃあ今回は、日本でもうここだけしか、ない、国鉄通勤型車両で運行される快速列車、201系で運行される快速 JR 難波行き乗ってきたんですけども、いやほんまにすごかったですね。201系が走っていることじゃないすごいんですけども、快速運用でね、駅を猛スピードでね、モーターうなりを上げながら通過していく姿を見るのは、いやほんまに圧巻でね、今でもこの光景が見るっていうのはすごいなと思いました。またね、大和路線から201系がもう2024年度末ぐらいかな、もう引退が決定しているということで、まあ、もうこの先長くないんですけれども、さらにねこの201系の快速運用自体がもういつなくなるかわからないんでね、乗りたいって方はぜひね早めに、いやほんまにこれ自分自身もねおすすめしたいと思うんで、はい、ぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。そんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。